はい、こんにちは、翔太郎です。今回紹介するのはこちら。グリーンスタッフアルトメタルカラーよりネプテューヌスブルーです。僕は今右手に映っている双胴の仮面ライダークローズチャージを作ってるところなんですけど、足の裏の肉抜き穴埋めたり、使わないピン切り離して成形したり、大双胴グリスのハンドパーツを複製して取り付けたり、本体の工作がほぼほぼ終わって次は塗装っていうところまで来たんですけど、このクローズチャージってここのスリットの部分とか、あと肩側面のこのなんかガルボみたいな形のモールドとか、ここの背中の真ん中に通っているこのガルボが2つくっついてるみたいなこのモールドの部分ですね。そのあたりが綺麗なメタリックの水色っていう感じなんですよね。すごい綺麗な色なんですけど、探してもなかなか見つからなくて、これ調色してやらなきゃダメかなと思ってたところ、いつも行ってるお店でこんなのあるよって紹介されたんでこれ買ってみました。では実際塗ってみて、これがどんな感じに綺麗に塗れるかっていうのと、調色なしでクローズチャージに使えるかっていうのを見ていきたいと思います。パッケージはこんな感じ。内容量は 17ml で550円。それなりに値段は高い感じがするんですけど、ファレホのモデルカラーとかと同じで粘性が結構あるので、希釈して使う感じなんですよ。なので希釈率とかまで考えると結構安いんじゃないかなと思います。メタルボールを2つ入れて振ってみると、こんな感じ。あんまりカチャ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 ならないんだよね。粘性が高い塗料だということがこれでわかるので、なので中にメタルボールを入れてかなり気合入れて混ぜた方がいいと思います。今回は例によってファレホモデルエアアルミニウムを吹いたパーツの上に塗っていきたいと思います。アルミニウムで塗るとこんな感じのシルバーになります。うん、相変わらず発色がいい。エアブラシで塗装する際は、エアブラシシンナーとフローインプルーバーを7対3で混ぜたものを別容器に用意して、原液に対して1対3で希釈しています。塗ってみた感じ1対4とかそのくらいでもいいかもしれないです。好みとかエアブラシの種類とか、あと厚とかにもよると思うんですけどね。そしてこの色で塗ったパーツをエアブラシで拭いたものがこちら。はい、こんな感じになりました。すごい爽やかな色になりますね。結構僕が欲しかった色、ドンピシャっていう感じの色になってくれました。結構粒子の感じもちょうどよくてキラッキラになってくれています。結構このパッケージ見ると色が濃いめに見えるんですけれども、実際吹いてみるとこんな感じですね。もっと塗り重ねたら濃くなるかもしれないんですけど、僕は結構このくらいの色味が欲しかったんで、すごいちょうどいいなって感じです。メタリックの粒子が入ってるカラーなので、距離離しすぎて表面ザラザラにならないようにとか、あと吹いてる最中適度にうがいとかをして中で塗料を攪拌するとか、注意するところは他のメタリックカラーと変わらないですね。まあそんな難しくなく吹けるんじゃないかなと思いました。ただ今回エアブラシ以外にもちょっと筆塗りも試してみたいなと思いまして、実際このクローズチャージの腕のスリット部分に2倍希釈したネプテューヌスブルーを筆塗りしてみました。そして塗ったものがこちら。はい、こんな感じになりました。すごいイメージかなりドンピシャな感じの色になりました。横のガルボみたいな形のモールドパーツにも塗りました。もちろん右の方がシール貼ってあるから情報量が多いのは当たり前なんですけど、ここの腕の部分のモールドに入ってるネプテューヌスブルーがめちゃくちゃいい仕事してると思います。うん、これだけで一気に見栄え良くなるね。この色買って良かった。すごいいい感じ。クローズチャージみたいにドンピシャとまではいかないですけど、仮面ライダーブレイブも結構色近いかもしれないです。これで全部塗ったら結構かっこよさそう。僕みたいに色混ぜるのに自信がなくて、この色がドンピシャで欲しい人とか、あとこの独特の色味を他の色と混ぜてまた新しい色作ってみたいなっていう人とか、いろんな人に試してみてほしいカラーですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。